はいどうもこんにちはのないです。本日も数学の題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は、えー、2019年度の早稲田大学入試問題です、えー。学部は人間科学部ですね。えー、60分の問題で文系理系共通の問題ですね。えっ、ー、と早稲田人間科学は文系 A 方式と理系 B 方式があって理系と文系両方とも、えー、まあテストがあるんですけど、若干その内容が異なっていて えー、共通問題が3台ぐらいあるんですねでまあその3台の中に入っている第2問ですねはいそれではやっていきたいと思いますえっ、ー、とまずこのログですけれどもえー、これあの fx 分解できますよねえっ、ー、と分数の形になっているのでログ 2x マイナスログ 2a とというふうに引き算の形にしてこっちもログ 2x マイナスログ 2B という形にえっと引き算の形にしましょうで展開すると、えー、ログ 2x の2乗という式が出てきますマイナス、えー、ログ 2a とプラスログ 2b のかけるログ 2x ですねプラスログ2 2A 2 2B とログ2ログ2ですねこの辺そのログの計算に慣れてないと例えばこれをログ AB とかってしてしまう人とかいると思うんですけどそうならないので注意してくださいねここの部分は一方ログの和は席に直すことができるのでログ AB でログ 2AB になって AB は今8となっているのでログ28になります。 つまりこれは3ということですね。ということは、えー、と結局ログ 2x の形の二次関数としてログ 2x の2乗マイナス3ログ 2x プラスログ 2a とログ 2b の積という形になります。で、えー、とこれ、えー 平方関しますよね最小値がス1の時に A の2乗求めよって言われてるので、えー、とこの f は 62x の二次関数になってるわけですね。で 62x っていうのはもちろん x はその正の数を動くわけですけれども、えー、正の数を動く時 62x っていうのは、えー、全ての実数値を取ります。だから、えーとまあ、合成関数になっているわけですけど、まあ、これは平方完成して。 ログ2 x ス2分の3の2乗という形になってして、えー、プラスマイナス4分の9というのが出てきますね。えー、プラスログ2 a かけるログ 2b という形になります。で、この値が。 えっと、最小値になるわけですね。最小値がマイナス一ってことは、この値が。えっ、ー、と、両方とも込めてマイナス一だってことです。つまり、えー、ログにエックスが二分の三の時。えっ、ー、と、その値をエックスは存在しますよね。ログにエックスが、えっ、ー、と、二分の三の時というのは。えっ、ー、と、ログにエックス全実数全体を取るので、これはエックスについて。とくことができて、エックスは、つまり二の二分の三乗ですよね。 この時に最小値このオレンジの値を取るわけです。マイナス、えー、4分の9足すログ2 a かけるログ 2b ということになるわけですね。というわけでこの値がマイナス1ということです。従って、えー、結局、えー、ログ 2a とログ 2b の掛け算した値は、えー、イコール1というふうに置いて えと4分の5ということになりますですねでログ 2a とログ 2b は二次方程式これ足し算したら3になって掛け算したら4分の5になるのでログ 2a ととログ 2b は二次方程式の解になってます t の2乗マイナス えと足し算したものが3だったので、えー、3t+4 プラス4分の 5=0 という二次方程式の解になってるってことですね。つまりこれは、えー、と4倍して 4t の2乗マイナス 12t プラス 5=0 なので、えー、つまりこれ 2t マイナス 12t マイナス5ですかね。 とということで t イコール、えー、と2分の1とそれから2分の5ということになります。で今0から、まあ、A と B では、えー、と A の方が大きいってなってるんですね。ってことはログ、えー、2のー B の方が2分の1で B の方が2分の1でログ、えー、2の A の方が2分の1。 5ということになります。ということは、その、えっと、a は、えっと、2の2分の5乗ってことですね。2の2分の5乗ということになるので、a の2乗の値は、えー、2の5乗ですね2分。2の2分の5乗の2乗ですから2、2の5乗になって32というふうに出てきます。これが答えですね。 まあ、えっ、ー、と大文2にしてはまあ優しいかなと思います。これでえっ、ー、と文系だったら5代中1台ですねで理系だったら、えー、理系モール1から3のほの5代中1台なんでまあ四角1が確率で四角2がこのログの関数ですねで四角3が正四、えー、面体の問題ということになって いて徐々に難しくなっている感じではありますが、まあ、理系のね、えー、と四角7番とか体積の問題は若干難しいかなと思いますけれども、まあ、ここはしっかりと取,取らないといけない問題ではないでしょうか。はいというわけでちょっと優しかったと思いますけどえっ、ー、とそうですねこの初手が初手の展開ですねログ2、X、の形の構成関数と見るということ。 それかから ab のの8ってていうのをうううをまく条件としてどう使うかですねこれは、えー、ここでちゃんと処理をする、えー、と3という形で、えー、とちゃんとそのログ 2x の係数として出てくるであとで、えー、とこの3にも使えるんですね。ログ 2a とログ 2b の足し算したものが2、えー、次方程式の解になっているということでかけ算したものが出てくればえっ、ー、と 6 2A と6 2B の値が出てくるというとこがポイントだと思います。まあ、うまく練り込まれた問題だと思いますね。はい、というわけで2019年度のマスターの問題でした。今日の次回は以上です。ご視聴ありがとうございました。